3つ目っていうか、見たのは4つ目、立ち寄ったのは3つ目、富浦です。太陽が出て青空が広がってきました。お、立派なお魚がいる。さっきの巨大なシラスがある。へえ、すごい。トロ味いいね。これ買って帰りたいやつだ。このビワクラブってとこは何があるのかな。とりあえずちょっと入ってみます。高級アイスクリームがあることは分かった。あ、なんか素敵なガーデンがあるよ。外出てみる。わあ、ここはめっちゃいいじゃん。すっごい素敵なお庭があった。かわいい。お花のいい香りがする。わあ、蝶々たちもいる。あ、なんか川まで降りれるかも。わあ、晴れてきたし最高だね。わあ、ここはいいね。川べりの桜もちょっと終わりがけだけど、でもまだまだいい感じです。素晴らしいところ。川べりに座ってる人がいる。お弁当食べるのかな。わあ、桜を堪能した。これから大房岬っていうところをちょっと歩きに行こうと思います。海の方ね。思わぬ憩いの場所だった。すっごいいい。あ、花壇に桜があるのもいいね。大房岬自然公園に来ました。ちょっと散策します。すごいいい広場。
裸足になりたい。桜も残ってる。かわいい。うわ、めっちゃかわいい。わーい、こんにちは。この後も一応道は続いている感じなんだけど、どうなってしまうんでしょうかね。なんかあるかな。でもなんか地図上には今までのしっかりした道じゃなくてね、なんかこうへにょへにょへにょみたいな道が書いてあったんだよ。難しげかも。ちょっとここ少しだけ分け入ってみようかな。地図を見ると展望台の右手に道があるかも。なんかサインポストがある。え、こっから行けんじゃないの。これは八重桜気味だね。綺麗。お、いける。やったー。ケープ明神、明神岬です。行ってみよう。わーい、桜の滝だよ。いいね。そこそこちゃんとした道。今日は靴が山仕様じゃないから心配だったけど大丈夫そう。明神岬までの階段を延々と降りてます。結構急です。特に今日は雨の後だから滑らないように気をつけながら行ってる。上りが思いやられるな。わあ、すごい。お、釣り人がいる。いいとこだ。すごい風が爽やか。ご飯ご飯、ランチタイム。さっき意図的にピザをちょっとだけ食べたのはこれのためです。味飯、楽しみ。味丼いただきます。なんかね、普段味丼といえばアジの刺身丼じゃないですか、たたきとか。これはそぼろみたいな感じなの。だから一見鶏そぼろっぽく見えるけど、ちゃんとお魚の味がしてて、そして生姜と大葉が爽やかさを添えているのでとても美味しいです。そしてご飯が若干おこげっぽくなってるのもいい。なんか食べたことない新しい味です。
ました。ソーシャルムーブメントもできた。すごい気持ちよかったよ。それでは次の目的地へ。バイバーイ。海の色が綺麗になってよかった。階段がすごい。でもここは行く価値があります。広場まで戻ってきた。大丈夫かな。体重制限あるかな。お、気持ちいい。あ、久しぶりにブランコ漕いだ。気持ちいい。森のブランコ。